さんに見ていただく動画はルーベースボールが厳選した球速アップにつながるトレーニングメニューを皆さんにご紹介していきたいと思います。今回の紹介するトレーニングはですね、ジャンプトレーニングとなっております。全部で5種目あって、動画を見ながらポイントだったり注意するべきことを意識しながら取り組んでみてください。野球特化型ジムルーベースボールがついに3号店をオープンしました。場所は神奈川県藤沢市小田急線長後駅から徒歩1分のところにあります。コーチ陣には僕を含め元プロ選手がおりますので、充実した環境と優れたコーチ陣で選手のパフォーマンスを上げていきます。入会をご希望される方は概要欄の URL からウェブサイトに行きお問い合わせください。はい、どうもルーベースボールのマナブです。今回皆さんに見ていただく動画はルーベースボールが厳選した球速アップにつながるトレーニングメニューを皆さんにご紹介していきたいと思います。今回の紹介するトレーニングはですね、ジャンプトレーニングとなっております。全部で5種目あって、動画を見ながらポイントだったり注意するべきことを意識しながら取り組んでみてください。今ね、この動画見ていただいている方は、お正月休みの方が多いと思います。その際にチームの活動もないと思いますので、体がなまらないように、そしてその間に球速アップをしてですね、周りの選手よりも上に行く、または差を埋めるとか、そういったところで目的として取り組んでくれると嬉しいです。では一緒にやっていきましょう。いかがでしたでしょうか。このようなパフォーマンスアップにつながる動画をですね、随時配信しておりますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今回皆さんに見ていただいた、一緒にやったコーチはですね、元オリックスバファローズの投手であった松山コーチといいます。ドゥーベースボールには僕、松山コーチ2名のコーチでなっているので、ぜひねパーソナル受けたい方、そしてこのジムを通って、実力を上げていきたい方はですね、概要欄の方にホームページを載せておりますので、そちらからメールにてお問い合わせください。これからも、よろしくお願いいたします。
僕が球速アップを求める際に一番おすすめというか意識してほしい移動の仕方がこれです。